今晩も頑張っていきましょう。今回のテーマはフェアウェイウッドユーティリティの打ち方についてと、あとどんな、練習をした方がいいのか、どういったフェアウェイウッドユーティリティを使うといいのかっていうようなことを話していこうと思います。では今晩も頑張ってやっていきましょう。お願いいたします。ではまずフェアウェイウッドからやっていこうと思います。今回私が準備したのは3番ウッド、5番ウッド、7番ウッドの3本です。フェアウェイウッドは地面から直接打つクラブの中で一番長いクラブになり、さらにロフト角も立っている、ちょっとボールが上がりにくいクラブになってきます。なのでボールの位置は左足かかと内側の延長線上というところにセットするんですが、スイングの最低点、この左脇ですね、これがボールの真上に来るようにスタンス幅を広げてアドレスするように心がけていきましょう。ではまず打っていこうと思います。ボールは左足かかと内側の延長線上、スタンス幅はスイングの最低点がボールの真上に来るようにセットしていきます。でここからもうレベルブローなんですけど、横から払うイメージは持たずにボールの位置、構えているこの位置に直接手を下ろすようなイメージ、クラブを下ろすようなイメージで打っていきます。はい、このような感じですね。で一見こうやって見るとすごいフェアウェイウッドって簡単そうじゃんって思うと思うんです。ですが実際フェアウェイウッドって練習してみると球が上がりにくかったり難しかったりっていう印象を受ける方が多いと思います。なので、今回こう3番5番7番と準備をしたんですが、練習場で練習する際には、ボールが上がりやすい、ね、5番ウッドや7番ウッドをなるべく練習するようにしましょう。では3番ウッドも打ち方自体は一緒です。ですが3番ウッドってやっぱ上がらないので上げたいなっていう練習をしてしまいます。で上げたいなっていう打ち方をするとどうなるかっていうと、これすみません、今私が持ってるのは7番ウッドです。上げたいなって思うとスイングの最低点をボールの真上にセットはできるんですが、クラブを下ろすときに体がやたらと極端に右に傾いて下から煽るような形になってしまいます。これをやってしまうとどうなるかっていうと、体重が角に右に残って今みたいにちょろった当たりになります。これだと飛距離も稼げないし余計苦手意識がつきます。なので上がらないクラブではなくて上がるクラブ、7番ウッド、5番ウッドといったちょっと上がりやすいフェアウェイウッドを持ってしっかりと上がるなっていう風に練習することが大事です。またスイングの最低点がボールの上にあります。なのでこのクラブのソールと言われる部分、ここですね、ここをボールの下の地面に向かってドンってこうやって叩きつけてあげるようなイメージを持つと非常にいいと思います。やってみましょう。これ大きいスイングでやるのが難しいなって思われる方は、まずはハーフスイングでしっかりと地面に叩きつける練習をしていきましょう。もちろんハーフスイングでやりますのでボールの高さは出ません、ね、ライナーボールになると思います。でもまずはこれフェアウェイウッドをボールの下に落とす練習ですね、地面に叩きつける練習だと思ってやっていってください。はい、ではフェアウェイウッドをやったので次はユーティリティの打ち方いってみましょう。今回ユーティリティ準備したのがアイアン型ユーティリティとショートウッド型ユーティリティの2種類です。はい、どちらも打ち方としては同じになります。ですがこう形形状がやっぱり違います。ボール上げやすいよっていうのはやっぱりこちらのショートウッド型、タラコと言われるというかね、ショートウッド型のユーティリティで、ショートウッド型のユーティリティね、フェアウェイウッドとか苦手な方ってどうしてもアイアンの方が得意って方多いのでアイアン型選ばれる方多いと思うんですけども、こちらの方が長さもちょっと短い分ちょっと球上がりにくいぞと、難しいぞって思ってもらえるといいかなと思います。ですが打ち方一緒です。どちらもボールが上がりにくいユーティリティ、アイアンよりショートアイアンよりは上がりにくいユーティリティクラブですので、
スイングの最低点がボールの上に来るようにセットして、ね、払い打ちっていうのを心がけていきましょう。アイアン型ユーティリティも同じ要領で打っていきます。どうしてもアイアンと同じだからボール真ん中に置いて打ち込まなきゃいけないって思うかもしれませんが、ロフトが立っているので打ち込めば打ち込むほどボールが上がらず飛びません。なのでレベルブローに振り抜くイメージを持ちましょう。フェアウェイウッドとユーティリティの打ち方というのを説明していきました、5番ウッド18度7番ウッド21度ショートウッド型ユーティリティ19度アイアン型20度、近いロフト角で準備したんですが、長さを見てみるとこのようにやっぱりウッドの方がちょっと長く、ユーティリティになればなるほど短くなっていきます。でロフト角が近いから飛ぶ距離って同じなんじゃないかってよくね思われると思うんですが、やはりロフトが一緒でも長さが長い方が遠心力が大きくなる関係でボールが遠くに飛びます。ですとね、このロフト角、ね、小さいユーティリティ、例えば20度以下のユーティリティを使う場合っていうのは結構ヘッドスピードが必要になってきます。これ数字でいうと40くらいヘッドスピードがないと球が上がっていかないので適正な高さに出ません。なので、ヘッドスピードそんな自信ないよっていう方は22度とかそういったね、ちょっとロフト角大きいやつを使っていただいた方がいいかもしれません。で逆にその22度があってその上の距離が欲しいんだよねっていう方は、まあ、あのユーティリティいいかもしれませんが、ユーティリティだと距離ができらない、キャリーができらない可能性あるので、フェアウェイウッド、ね、7番ウッドとかっていうのを選択した方がいいです、ね、きっとこれあの19度と21度、20度と21度、長さが違う分距離に差が出てくるはずですから、ね、必ず差が出ると思うんで、ぜひそういう風に考えてクラブ選択っていうのをしてみてください。はい、本日の動画は以上となります。今回はフェアウェイウッドユーティリティの打ち方とどういったクラブを、選ぶといいのかっていうお話をさせていただきました。次回はロングアイアン、ミドルアイアンの打ち方という内容でやっていこうと思います。この動画が役に立ったなと思う方は高評価を、今後もどんどん動画の方を配信していきますので、ぜひチャンネル登録とよろしくお願いいたします。今回もご視聴いただきありがとうございました。